AI で書く4コマ漫画ノルマンディ上陸作戦。作者は理系で、歴史は専門外です。その点をご容赦ください。画力がないため AI で作画しております。一部、事実と異なる点がありますのでご容赦ください。チャット GPT で文章を作成しています。このため、誤った解説もあるかもしれません。ナチスドイツのフランス占領。ノルマンディ上陸作戦、通称 D-Day は、第二次世界大戦中の1944年6月6日に行われた作戦です。以下に、ドイツのフランス国境からノルマンディ上陸作戦の完了まで解説します。1940年、ナチスドイツはフランスを占領しました。フランス政府は、バシー政権として、ドイツに協力しました。作戦。協力と戦略的な計画。イギリスとアメリカは、ノルマンディ上陸作戦の計画での緊密な協力関係を築きました。チャーチルとアメリカのフランクリン・ディ・ルーズベルト大統領は、共通の目標であるヨーロッパの解放に向けた作戦の戦略的な計画を立案した。上陸からパリ解放までの作戦全体の正式名称は、オーバーロード作戦の一環です。落下傘部隊の高架と橋の占領。上陸開始に先立って、海岸付近のドイツ軍を攪乱しつつ、反撃行動を妨害し、上陸部隊の内陸侵攻を容易にするために、トンガ作戦を開始しました。イギリス第6空挺師団、アメリカ第82、第101空挺師団がノルマンディに降下したのです。上陸戦。イギリスのモントゴメリー将軍の指揮下、ゴールドビーチ、ジュノービーチ、ソードビーチに、イギリス軍戦艦、ウォースパイト、ラミリーズが巨砲を浴びせて、ドイツ軍の砲台を沈黙させたが、オマハビーチは激戦となり、海中障害物破壊班は1、3戦死した。上陸作戦で、最も死傷率が高かったので、ブラッディ・オマハと呼ばれたが、連合国軍は、上陸に成功した。